新潟市中央区で岸島交差点付近新潟市西区、青山2丁目付近新潟県道16号、新潟亀田内野線は、新潟県新潟市東区から同市港南区、中央区を経由して、同市西区に至る主要地方道である。新潟市1日市から、過去の間は、西側の新潟県道2号新潟寺戸マリ線の区間と共に、新潟市郊外を結ぶ。 環状線の東側の役目を担う。起点側は片側に車線となっており、新潟空港に近い国道113号と交差する、下山交差点から国道7号新進バイパス、人一市インターチェンジを経由し、人一市インターチェンジ中高、野間の指導を介して、県道3号と交差する中沖の交差点以南が、県道16号となる。 この下山人一市インターチェンジ、中高や新潟空港インターチェンジへ口の間は、通称、新潟空港アクセス道路と呼ばれ、新潟空港と、郊外方面への幹線道路を結ぶアクセスルートとなっている。1日市から、南から西に向かって、日本海東北自動車道、新潟空港インターチェンジ、新潟県道4号新潟港横越線、国道49号、 カメラバイパスうのこインターチェンジ、弁天橋線、加星横越線など、市内の幹線道路を、ほぼ同心円状に結び、科目交差点から、道路は引き続き県道2号となった後、16号は、内家吉見木線として、ルートを変えて、北上、万越自動車道の速道区間となる。科目新潟中央インターチェンジ間は、片側2車線一方通行の道路2本で、 万越道を挟み込んでいる。新潟中央ジャンクションを大きく迂回して、立体交差する新潟中央インターチェンジのランプウェイ先で、再び上下線が合流。新潟バイパス、メイケインターチェンジ、県道51号などと交差して、新潟県庁東側から、千歳大橋で信濃川を渡ると、今度は西にルートを変えて、関屋大橋で、関屋分水路を渡り、青山。 小針、寺を、堺と、かつての砂丘地の麓を経由する国道116号の、旧道のさらに旧道である区間を行く。堺で、旧1十6号の市街地区間と交差して内野町の市街地に入り、JR 内野駅前で、再び県道2号に合流する。当初、新潟市港南区鍵か,から、 終点の新潟市西区内野町までは、現在の新潟県道2号新潟寺止まり線のルートであったが、1985年の千歳大橋、開通に伴い、現在のルートに変更された。また、1992年まで、新潟市関、新二丁目から関谷大山前の間は上下線、別ルートであった。千歳大橋方面は、現在のルートのままであるが、 内野方面へは、関新二丁目の交差点を右折、次の関新ガード下交差点を右折し、次の交差点をさらに右折、品野川沿いを通り、関南町交差点で合流するルートであった。亀田大通り24時間、交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成。ありがとうございます。